平野紫仕様の地上散歩ショットにファン興奮を。彼氏感半端ない背中の魅力に迫る。元、キングプリンスのメンバーであり、今やソロ活動でも大成功を収める平野仕様さんが、ファンを魅了する最新のインスタグラム投稿を公開しました。 白い T シャツにジーンズ、淡いブルーのサングラスに白いスニーカーというラフな装いで線路沿いを散歩する平野陽さんの姿にファンたちは大興奮。一体なぜこのようなシンプルな写真にここまでの反響が寄せられたのでしょうか本記事では平野陽さんの魅力とその人気の秘密に迫ります。平野陽さんの人気はもともとグループ、キングプリンス。 としての活動から始まりました。しかし、現在はソロ活動を展開し、俳優としても一層の輝きを放っています。彼が地上を歩くショットは、その自然体な姿勢と魅力を存分に表現したものとして、ファンの心を掴んで話しません。平野さんのインスタグラム投稿によれば、散歩の理由はレモネードを飲んだ後のリフレッシュとのこと。 しかし、彼の地上を散歩がどれほどレアな光景であるかを自覚していることが投稿から伝わってきます。彼の普段着のシンプルなファッションもファンにとっては彼ならではの魅力であり、親近感を抱かせる要因の一つなのでしょう。ファンたちのコメントからも、平野志耀さんの人気の高さがうかがえます。彼を、彼しか半端ない。 と、形容する声や、一緒にお散歩したい、後ろから抱きしめてもいいといった熱狂的なリアクションが並びます。彼の背中の魅力に触れるコメントも多く見受けられます。その背中にはどんな魅力が詰まっているのでしょうか平野志陽さんは、グループ時代から一貫してパフォーマンス力と演技力の高さが評価されてきました。 その中でも彼の背中から放たれるオーラやカリスマ性は多くの人々に強い印象を与える要因となっています。線路沿いを歩く姿が普段の生活の一コマのように自然でありながら、それが彼ならではの魅力として見えるのは彼の内面の輝きが外に染み出ているからこそなのかもしれません。さらに彼のファッションセンスにも注目が集まります。 今回の投稿でも、淡いブルーのサングラスが目を引きましたが、彼のファッションに対するこだわりやセンスがファンの心を捉えて離さない理由の一つとなっています。普段から自然体でありながら、細部にまで気を配ったファッションは、彼の個性を際立たせるものとなっています。平野紫耀さんの最新インスタグラム投稿が、ファンに大きな興奮と感動を与えたのは、 彼の自然体な姿勢と魅力がそのまま写真に映し出されていたからこそでしょう。彼の人気の秘密はパフォーマンス力や演技力だけでなくファッションセンスや背中から放たれるオーラなど様々な要素が組み合わさっているからこそ成り立っています。これからも平野耀さんの魅力的な姿にファンが釘付けになることは間違いなさそうです。